パロ空港は、ブータン王国の首都ティンプーの西に位置するパロにある空港である。パロ市外から6キロメートルに位置するブータン唯一の国際空港であり、ロイヤルブータン航空の本拠地である。この空港は高い山々に囲まれており、離着陸の際はパイロットに高度な技術が要求される。有志間飛行方式で日室から日没までの未飛行、可能である。 パロ空港の外観及び内部は、ブータンの伝統建築の遺装を取り入れている。パロ空港外観、中期場より、施設内部には少数ながらも土産物店などの免税店が存在する。土産物の品揃えは、パロ市外に比べれば劣るが、記念紙幣、硬貨など市外ではあまり見られないものもある。空港ロビーを出た前には駐車場があり、ここではガイドと観光客が合流する姿やガイドとの、 別れを惜しむ観光客が見られる。ブータンのフラッグキャリアであるロイヤルブータン航空がこの空港を拠点としている。ネパールの民間航空会社であるブッダエアーが乗り入れ、チャーター便の便数を伸ばしている。2011年にはブータン発の民間航空会社、多シ航空が設立され、同年12月から国内線に就航している。ありがとうございます。